1977年の空中写真。左側5本の煙突が第2火力、右側の2本が第1火力。鶴見火力発電所は神奈川県川崎市川崎区大川町にあった東京電力の火力発電所。第二次世界大戦以前に存在した東方電力市会社の東京電力によって建設された発電所が前身。 1955年1月に戦後初の新設石炭火力発電所として1号機が運転開始、5号機までが建設された。鶴見第二火力発電所と呼ばれた。当初は石炭戦争だったが、1973年に重油戦争に転換した。老朽化に伴い1984年6月に廃止された。跡地は大川町産業団地として、 再整備されているほか、鶴見線大川駅付近の公園内には、石碑が建立されている。北隣の白石町には1931年に、日本電力による、後尾高力発電所が建設されたが、1973年に廃止されている。1923年12月に建設が開始された。 発電出力は3.75万キロワット、7.25万キロワット、17.85万キロワットと1936年にかけて順次増設した。戦後になり新規発電設備が建設されると、既存設備は鶴見第一火力発電所と呼ばれた。1、2号機は1965年に廃止された。東京電力鶴見、 火力発電所跡石碑東京電力鶴見火力発電所跡石碑ありがとうございます。